こんにちは、ラコードハッピー結婚しようチャンネルです。いつもご覧くださりありがとうございます。前回まで人気の城ランキングでしたが、今回は現存12天守をご紹介します。築城年の古い順に、ね、ご紹介していきます。1位犬山城が1585年から1590年現存最高。2位が松本城1592年。3位が彦根城1606年。4位が姫路城1608年。5位が松江城で1611年。6位が丸岡城1624から1644年。7位丸亀城で1643年から1660年。8位宇和島城が1664年から65年。9位が備中松山城1681年から1683年。10位が高知城1747年。11位が弘前城が1810年。12位が伊予松山城が1852年ということです。詳細を説明します。1位が犬山城で、所在地が愛知県犬山市、築城が文明元年1469年、天守建造年が慶長6年で1601年、築城者が織田広親、3万5000石のね、譜代大名だったそうです。代表紋章が丸に型紙、文化財指定が国宝1等、日本百名城の43番ということです。2位が松本城、所在地が長野県松本市、築城が文禄2年、3年、で1593年と94年。天守建造年が大天守が慶長12年1615年。乾小天守が天正19年文禄元年1591年92年。で、築城者が石川数正、石川康長、6万石の譜代大名だったようです。代表紋章が笹林道、文化財指定は史跡と国宝が5棟ということです。3位が彦根城、所在地が滋賀県彦根市、築城が文明元年1469年、天守建造年が慶長11年の1606年、築城者が織田広親、3万5000石の譜代大名だったようです。代表紋章が彦根立花、文化財指定は国宝が1棟ということです。4位が姫路城、所在地が兵庫県姫路市、築城が昭平元年令和2年1346年、天守建造年が慶長13年1608年、築城者が赤松貞則、15万石の譜代大名で、代表紋章は揚げ葉城、文化財指定は特別史跡、国宝が8棟、重要文化財が74棟ということです。5位が松江城、所在地が島根県松江市、築城が慶長16年1611年で、天守建造年が慶長16年1611年。築城者は堀尾義治、18万6千石の新藩大名だったようです。代表紋章は睦目結、文化財指定は史跡、国宝が1棟ということです。6位が丸岡城、所在地が福井県堺市、築城が天正4年1576年、天守建造年が寛永年間で1624から1644年。
築城者が柴田勝豊、五万石のね、戸様大名だったようです。代表文書は五家に天から花、文化財指定は重要文化財が一棟ということです。7位が丸亀城、所在地が香川県丸亀市、築城が室町初期で1597年、天守建造年は万治3年1600年で、ね、1643年から1600年ということのようです。築城者が奈良元康、生駒近政のことのようですね。5万1500石の戸様大名だったそうです。代表文書が四つ目結いで、文化財指定が史跡、重要文化財が三棟ということです。8位が宇和島城、所在地が愛媛県宇和島市、築城が天慶4年941年、天守建造年が寛文6年1666年で、1664年から65年と書かれていました。築城者が立花の遠安、十万石の戸様大名だったようです。代表文書は宇和島座さ、文化財指定は史跡、重要文化財が一棟ということです。9位が備中松山城、所在地が岡山県高橋市、築城が仁治元年1240年、天守建造年が天和元年1681年で、1681年から83年と書かれていました。築城年は秋葉重信、五万石の譜代大名だったようです。代表文書は左三つどもえ、文化財指定は史跡、重要文化財が三棟ということです。10位が高知城、所在地が高知県高知市、築城が慶長8年1603年、天守建造年が延享4年1747年、築城者は山内和豊、24万石の戸様大名だったそうです。代表文書は丸に細三つ頭、土佐頭、文化財指定は史跡、重要文化財が15棟ということです。11位が弘前城、所在地が青森県弘前市、築城が慶長16年1611年、天守建造年は文化7年1810年、築城者が津軽為信、津軽信平、十万石の戸様大名だったそうです。代表文書が津軽牡丹で、文化財指定は史跡、重要文化財が9棟ということです。12位が伊予松山城、所在地が愛媛県松山市、築城が慶長7年1602年、天守建造年が嘉永5年1852年、築城者が加藤義昭、15万石の審判大名だったそうです。代表文書が丸に三つ葉葵、文化財指定が史跡、重要文化財が21棟ということです。今回はね、古い築城年順で現存12天守のお話でした。最後までご視聴くださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。コメントなどもいただけますと励みになります。